はい、どうもこんにちは、ドレイクです。今日は俺が好きな日本のお菓子を紹介します。紹介するお菓子はこれです。ねる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 ですね。ねるねるね大好きです。これはね、あのね、もう10年くらいもうね食べてますね。日本にいた時食べてましたね。これ俺久しぶりに食べます。5年ぶりに食べますね。で、今日はおばあちゃんが送ってくれたのでね、本当にありがとうございます。おばあちゃんとおじいちゃん、ありがとうございます。今日はぶどう味を紹介します。練って美味しいふわふわお菓子で、甘くてジューシーぶどう味。そのやり方、まあ皆さんが知ってるように、ねるねるねるねの秘密。どうして色が変わるの？どんなものにも酸性、中性、アルカリ性と呼ばれる 性質があるよ。ねるねるねるねぶどう味には赤キャベツの色の成分アントシアニンが入ってるよ。この成分は性質によって色が変わるんだ。赤キャベツで酸性で赤色に、中性で紫色に、アルカリ性で青色に。ねるねるねるの、ねるねるねるのぶどう味はこの、性質を使って色が変わるんだよ。水を汲んできました。1番を入れます。1番入れ、水を加えます。次は2番目を、紫色になってきましたね。3番目を入れます。はい、出来上がりました。うまそうですね。めちゃくちゃうまそうです。それではいただきます。いただきます。いや、懐かしい味ですね。これはうまいですね。何個でもいけますね。何回でもいけますね。これはなんか幸せですね。日本のお菓子ねるねるねるねの紹介でした。 Facebook、Twitter、Instagram よろしくお願いします。そして Please subscribe to my channel。 高評価、コメントお願いします。今日はここまでです。じゃあね。